こんにちは。僕たちインメイトはパラドックスライブに優勝してファントメタルの廃絶を目指します。ファントメタルは使用者の身体的精神的機能を阻害し悪影響を及ぼします。実際にメンバーのロクター記憶を、イツキは感情の一部を失ってしまいました。かわいそうに。なぜあんなに無垢な二人がファントメタルの毒に侵されなければならなかったのか。こんなことあってはならないんだ。こんなことファントメタルさえなければ、ロクター僕のこと。世界にはまだファントメタルの被害者が少なからず存在しています。今大会の出場チームにも救うべき人たちがいます。僕たちは悲しい歴史を繰り返さないためにも優勝しなければなりません。僕たちが求めているのは美しい音楽、純粋なラップミュージックです。クラブパラドックスのオーガナイズ権を獲得したら、まずはファントメタルの使用禁止令を施行と考えています。そして僕たちの考えに賛同してくれる人を集めて勢力を大きくしていきたいです。この世に人を不幸にする音楽はいらない。みんなで浄化されたヒップホップの世界を作っていこう。